ニアのサムライ X メカスーツ、公式価格13,480円。ちなみにトイラさんの方は12,000円前後となっておりました。付属するミニフィグはサムライニア X ゴールデン J、ウー先生、鬼ガーマド、リトルネルソン、パイソー将軍、メカニック、ベンジストーン戦士。このセット限定のミニフィグはかなり多めとなっていて、高さが全長32センチ。オプティマスばかり注目されていますが、まあこちらのロボすごいことは結構すごいんですよね。普通のロボとしては稼働領域がかなり優れていて、大きさもあるんですけど、重たい割にはかなりしっかり自立します。今わざとこうちょっと後ろに反らせて立たせてはいるんですけど、こんな感じのちょっと反らした感じの不安定な状態でもこれしっかり立つんですよね。どうでしょうか？膝が曲がってるのがわかりますでしょうか？膝を曲げた状態でも、ガッチガチにしっかりと自立します。反対側を見ていきます。どうでしょう、この曲がり具合。大型ロボとしてここまで足が曲がってこれだけしっかり自立するっていうのは、まあ、僕の知る限り、まあ、これが一番すごいのかなっていうところがあります。まず可動領域なんですけど、股関節がガッチガチにくっついてます。この股関節の強度に関しても結構アップグレードしているような気はします。そして足の方なんですけど、左右には少しだけ動くような感じになってます。腰当てがあるんですけど、この腰当て全く邪魔にならなくて、ほら、いきますよ。腰当てがあっても、これだけほぼ平行ぐらいまで足が上がります。足首の使用に関しては今までの忍者ゴーロボとまあ大差ないっていうような感じにはなってます。はい、肩の股関節に関しても、まあかなりすごくて、はい、上下に動いて、さらに、まあここら辺に関してはけど、今までのロボとまああまり変わらないですかね。まあ何不自由なく動きますっていうような感じで、肘に関してもかなり自由に動きます。前後はもちろんなんですけど、回すこともできるようになっていて、手首がボールジョイントになってますので、例えばこんな感じで剣を持ち上げた状態でもできますし、こう剣を垂らして上げることもできます。この手首のポージングに関しても結構自由度が高いっていうところになってます。今までの忍者号ロボ、そしてオプティマスプライムと違って、膝が直角近くまで曲がります。まあ、これ結構やばいですよね。これだけ曲がるのに、強度がかなりあるということなので、自立もしっかりします。かなり激ヤバとなってます。ということなので、やる方は少ないとは思うんですけど、ロメロスペシャルを食らったようなポージングもできます。顔に関してもボールジョイントなので、左右上下好きな角度で決めることができます。そしてコックピット部分なんですが、ちょっとハッチっぽくなっているところもポイントが高いのかなと思います。はい、このヘッド部分を上に上げてあげると、ほら、ハッチみたいになってるんですよね。この中にすっぽりニャーを入れることができます。ニャーを実際に乗せていきます。すっぽりと入ってくれます。ミニフィグは基本的には一体だけですね。で、この角みたいなものをちょっと下げてあげると、ほら、しっかりとコックピットに乗せれることができます。そしてこの胸当てっていうのはちょっと残念ながら開きはしないんですけど、軽いジョイントでくっついてるだけなので、まあ簡単にこれを表に押してあげることは一応できますね。胸当てのジョイントを取ってあげると、はい、真正面からもこんな感じでニアを確認することができます。そしてコックピットの中にシールが貼ってます。今カメラ越しだから何貼ってるのかっていうのが確認できるんですけど、普通の肉眼で見た感じだとシールが細かすぎて何を書いてるのかっていうのがね、全然わかりません。カメラで拡大させることによってやっと何があるのかっていうのがわかります。そして肩パッドにスプリングロールズシューターがありますので、まあこうやって好きな角度を決めて、スプリングロールズシューターを発射させてあげることができるようになってます。そして膝当てがついてます。膝当てもね、キャノピー風のパーツを使っていて、かなりオシャレでかっこいいのかなっていう感じがします。あと全体的にところどころ、まあシールが貼っていたりしてますね。どうでしょうか？めちゃくちゃかっこいいのかなっていうふうに思います。あとこういったものもついてますね。トランスバイオレットのこの部品がね、かなりレアじゃないのかなっていうふうに思います。そしてこちらのヘッドパーツに関しても、ダークグレーとトランスバイオレットの2色ずらいで、かなりデザイン性が高くて、結構レアっぽいような感じがします。どうでしょうか？腕もしっかりありますし、まあ、翼風になっていて、まあこれはこれで、まあ、かっこいいんじゃないでしょうか。あとその他にもトランスバイオレットの部品がたくさんついてます。部品取りにもかなり最適なのかなという感じがします。ミニフィグのラインナップが超ヤバめになっていまして、忍者号市場でもここまでミニフィグのラインナップがヤバいセットってあんまりないんですよね。このセットを購入しないと付属しないようなミニフィグがね、もう数えきれないぐらいあります。ウー先生、メカニック、ガーマドン、ニア、パイソーに、ネルソンですね。ベンジストン戦士に、ゴールデン J が付属します。ウー先生、まあ、レアはレアなんでしょうけど、まあ、ウー先生自体が、まあ、そこまで人気があるっていう感じではないですよね。ドラゴンハンター編であったような鎧を着てます。はい、かなりかっこいいですね。ウー先生もちょっぴりドラゴン仕様になってます。後ろの顔は、はい、ちょんまげになってますね。
復活なのかリメイクなのか、アニメを見てないのでまだ何とも言えませんけども、ネルソン。はい、こちらもね、また製品化されました。カラーリングが超ド派手になっていて、かなりいい感じかなと思います。で、後ろの顔が笑ってますね。前はマスクをしているような状態になってます。まあ、これもデザイン性が非常に高くて、まあ、お気に入りではありますね。シールになってます。はい、ゴールデンジェイも付属します。まあ、これはこれで嬉しいですね。ベンジストーン戦士、もう何体目でしょうか。まあ、結構集まってきました。まあ、デザイン性も良くていい感じかなと思います。メカニック、僕の記憶が正しければ、侵略の AI で出てきましたよね。まあ、今回かなりド派手になって、まあ、再登場っていう感じになってます。はい、後ろですね。まあ、アニメでは手から炎を出してたんですけど、一応今回なんですけど、トランスバイオレットの部品がついてます。まあ、エネルギーを出すんでしょうか、闇を出すんでしょうか。ガーマドの再登場で、ボディの長さが短くなっていますね。なぜこういったボディになったのか、いきさつがわかりません。知ってる方教えてください。マスクなんですけど、残念ながら前後には動きません。ガーマドンのフェイスになります。白になります。肩パッドがありますね。まあ、ガーマドン風のデザインになってます。マスクのデザインが特に素晴らしいですよね。なんかかなり強そうな感じがしますね。そしてパイソンになりますね。というかもう激レアミニーズ。このセット付属しすぎます。まさかパイソンまでついてるなんて。トランスバイオレットの、まあ、肩当てをしてるっていうのと、武器がかなり限定的な超激レア仕様になっていて、はい、この手に持ってるトランスバイオレットの剣みたいなものなんですけど、これ一つで一つの部品になってます。かなり激レアな部品で、さらにパールゴールドの部品もつけていて、武器がかなり強そうな感じがしますね。パイソン、まあこれもかなりいいミニフィグなのかなって思います。はい、そしてまたまた超激レアミニフィグのサムライ X のニャ、まあ前のシーズンから果たしてどうやって戻ってきたのか、まあここが結構問題にはなるんですけども、まあそこら辺アニメを見ればどうなったのかわかるのかなと思います。まあネタバレはコメント欄に書かない方がいいのかなって思いますね。まあ水色とゴールドを使っていて、かなりデザイン性も高いですね。マスクに関しては今までのサムライ X のマスクとまあそんなに変わらないのかなっていうところですね。まあ部品がパールゴールドになってますっていうような感じではあります。はい、いつも通りの2話になってます。そして今回8体のミニフィグが付属するんですけど、まあ勝手にランキングをつけてみました。はい、このセット限定レア度トップ8。8番目最下位ですね、ベンジストーン戦士。7位、ゴールデン J。そして6位がウー先生。その次がメカニック。そして4番目がネルソン。で、トップ3に参ります。トップ3、3番目がパイソンになります。そして、惜しくもナンバー2になったのがガーマドン。まあどうなんでしょう。今回ナンバー1一応2話にしたんですけど、まあ多分ガーマドンが一番人気っぽい感じはありますよね。あなたのランキングもコメント欄にぜひ書いてくださいね。そして最後に皆さんに一生のお願いがあります。どうか、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録と高評価を押していただけると、とっても嬉しいです。以上、今回はニャーニャーサムライ X メカスーツのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。